うございます。ご参加いただきましてありがとうございます。アロマっていうのは何を使うかっていうことで、私たちはこういうね、こういうものってなんかちょっと薬みたいですけど、実はこれは植物の、例えば葉っぱだったりとか、根っこから取れるものなので、あとは、これ何ですよって私が言う前に、嗅いでもらった方がいいと思うので、ここに書いてもらってもいいですか、嫌だなと思ったらバッテンつけてもらってもいいですし、避けてもらってもいいので、いい匂い。はい。で、なので、あ、間違ってる。見られました今。鼻に当たった。ラベンダーとかね、ラベンダーとかね、オレンジ仕上がると思うので、メラニウム、下の、忘れてました。あ、全然最後で大丈夫です。一応決まりました、はい、あ、決まりましたか。はい、3種類そうですね。あ、3種類ですか。はい、とゼラニウム、はい、他のはあんまり好きじゃない感じですかね。まあ、いや、好きなやつもあったんですけど、はい、まあ、じゃあこれでいいかい。ここまで混ぜなくていいかな。あ、はい、あ、はい、アシダーとゼラニウムとオレンジなので、もうちょっと何か、もし嫌いじゃなければ何系さしたの、つながりができるというか、これでもとても私も好きな香りなんですけど、一個一個が結構単体の感じがまだあるので、確かに、もし嫌いじゃなければこの辺とか、うん、ユーカリとかを少しだけ入れてもらうと、なるほど、つながる感じが少しだったら、あ、ちょっとだけ入れたらいいかなと、はい、ゆかりが追加します。で、どうですか、4つにし無理やり4つにいや全然いいんですよ、3つでも全然いいんですけど、まあ、ユーカリをもっと1滴2滴だけにして少しやったらいいなって。うん、私は入れた方がつながりますか、ような気がするんですけど、そうだと思いますおっしゃる通り、いや本当にご自身のいい方で大丈夫なんですけど、結構変わるかなと思うんですけど、全体で、まあ、ちょっとだけ入れようかなと思います、はい、で、20滴まで入れられるんですけど、どうしましょう、どこで使うとかってイメージされてます。あ、いいよ、それルームスプレーで使ってもらってもいいですし、車で使うって、これもいいですね、はい、ありがとうございます。すごくいいと思います。20滴、車なので20滴ぐらい入れてもいいと思うので、これでまず10滴ぐらいに割り振れば、はい、割り振るんですけど、シダーウッドは多分重いのでまず2滴にしましょう。最終的にも2滴のままでいいかもしれないですね。はい、で、オレンジは4ぐらい入れてもらって、で、ユーカリを2滴にしようかな。これで何滴にしましょう。なので、これでじゃあ2滴でちょっとやってみましょう。はい、どうなったか嗅いでみてみます。
して4種類入りました全部。はい、入れました。はい、ありがとうございます。どうですか、思ってたのとどう違うかっていうのをもうちょっとこうのはずだったなっていうのをもうちょっと感じてもらって。でもユーカリがちょっと強いんで、そしたらもうちょっとオレンジ入れたらいい感じ。そうですね、まだそんなにたくさん入れてないですね。まあ、10位、まだ11位ですね。そしたらユーカリは抑えて他のものをちょっとずつ、オレンジ、オレンジ、セラニウムとかも1滴ずつ、オレンジは1滴じゃなくても飲んだらいいと思うんですけど、ちょっと混ぜて確かめてみてください。セラニウムをギリギリで、はい、やべえ、はい、あ、いいですか、はい、もうちょっと感じますか。あ、いいです、大丈夫ですか、はい、そしたらエタノールとかあとなんですけど、本当に腕が上がるぐらいで、これ俺今日はですね、アロマのワークショップに参加させていただきました。楽しかったですね、すごく。今日先生に用意していただいたのは13種類ぐらいの香りを用意していただいたんですけど、まあ、その中からいろいろとですね、嗅いだ上で、まあ、自分自身がこれいいなって思ったものをミックスしてですね、香りを作ったんですけど、今日選んだのはオレンジスイートとゼラニウムとシダウッドとユーカリですね。こちらをオレンジスイート多めに入れてみて、ちょっと柑橘強い感じで作ってみたんですけど、結構爽やかな香りのものをブレンドで作ることができたかと思います。自分だけの香りのような感じで、すごく気に入ってます。先生曰く、まあ、その時の体調だったりとか季節だったりとか、その時々で自分が好きな香り違うみたいなので、定期的にこのワークショップあるんですけど、まあ、参加させていただいて、自分のその時々の香りっていうのを楽しんでいけたらなと思うようなワークショップでした。このワークショップ参加するとですね、用意された香りについて、まあ、どういう特徴があるとか、どういう効果があるよっていうところのカードだったり、あとはお土産にですね、ハチカフェで作ってるクッキーと、先生が用意するですね、ハーブティー、こちらも用意していただけるんですよ。お土産で持って帰れるっていうのがあるんで、すごいお得ですね。一応エイトタウンの方で毎月このワークショップ開催してますので、ぜひご興味ある方はご参加お待ちしてます。自分だけの香りを探してみてはいかがでしょうか。はい、今日はですね、そういうところで終わりにしたいと思います。僕の作ったこのアロマナンバーワンじゃなくオンリーワン、はい、ゼラニウム心落ち着く香りかな、3つです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。